僕はなぜ多くの人たちと一緒に死ななかったのかなと後悔したけど、今は生き延びた理由がよくわかるんだ。君のおかげでね、フランソワーズ。彼の声も前とは全く違った意味に聞こえる。博士、僕が必ず厳選の核攻撃を止めてみせます。王となる僕には知るべきことがたくさんある。だが、童話家一族の中には王族の子女が外に出ることを嫌う風潮がある。故に今までその機会がなかった。33年前のあの不幸のせいで。先輩、僕またバスケやろうと思います。うまくいけば2回戦で先輩のとこと当たります。二度と取り戻せない過ち、それが僕の犯した罪でした。まあ半日死ぬような思いをしてきたわけだし、幻覚を見ても不思議じゃないけど、頭は冴えてるんだよな。とりあえずこれからどうするかはっきりさせとこう。俺がボクシングやってた時は、試合に勝った時だけ会長がケーキ買ってきてくれたんすけど、それがすっげえ楽しみで、うまかったなあ。でも先生のケーキに比べりゃ、俺が食ってきたのなんか本当鼻くそみたいなもんで。俺が一体どれほどの告白人か分かってんのかこれ。ってそんなことおめえに言ってもしょうがねえか。小せえとはいえ、おめえにも命はあるに違えねえ。その命むやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。しかしこの死に体ではもう何もできない。革命は成功。どうやったか知らないが、 E 組はこの1年で飛躍的に力を伸ばした。僕ら選ばれた A 組と張り合うまでに尺だが、僕自身も能力の伸びを感じます。奴らが刺激になっていることは否定できない。強敵や手下、いや仲間との縁に恵まれてこそ強くなれた。甘いぜ姉さん。フラッシュタイミングで超覚醒。ああ、他のスピリットのコアを好きなだけ持ってこれるんだ。Kブロッカー、レベルアップで BP7000、 そして回復。いいのか。ウィザード、うどんじゃなくてそばにしろってことですか。狼になりたいんじゃないのか。俺は今までお前に必要とされれば生きていけると思ってた。お前が俺の戦う理由だし、生きる意味だったからな。なんだよそれ。なんで過去形なんだよ。お前、ユキのこと好きだろ。どうやって進化を打ったんすか。13の癖本当に見破ってたの。いつもどんな練習してる。俺とメルアド交換しね。いいけど。手に、後でメールすんね。本日はノアの箱舟サーカスにようこそお越しやした。うちはジョーカーと申し万年、どないお見知りおきを。石、当サーカスには皆さんを楽しませるショーが目白押しどすえ。昔の人はなんでそんなことしようと思ったんだ。俺はそんなんなってまで生きていたいとは思わねえ。でもあの時君が高ぶったじゃん。あ、君が望むなら僕は行く。一心同体だから当たり前。父上、私の念動力と父上の剣で勝負をつけました。あなたの勝ちです。あんな半端者に父上が負けるわけがありませんからね。そうだろう、キュータ。そうだろう。やめろ、一郎彦。父上、
今からとどめです。見てください。試験勉強があるだろうから帰るが、前にも言ったが外出時は戸締まりに気をつけてくれ。玄関だけでは不十分だ。それとゴミの分別も頑張ってくれ。それ以前に部屋に放置するな。誰かがやってくれると思ったら大間違いだぞ。ノクト。そうか、トーコネもとうとう恋に目覚めたか。で、どんなやつ？作家さんのこと、それがよくわからないの。男か女かも。わかるわかる、わからないから燃えるのが恋だよね。ってわからない？男か女かも。聞きたまえ、アツシ君。たまには先輩らしい助言でもしよう。自分を憐れむな。自分を憐れめば人生は終わりなき悪夢だよ。なんだ、貴様は他人のためにファイトしてんのかよ。バカじゃねえの。自分のためのファイトじゃなくて真剣勝負ができるか。サイクオリア。仲間なんぞとつるんでいる奴に俺は負けない。ライドザ・ヴァンガード。元関係者が語るアーテガンの真実。彼は女にだらしなく金に汚かった。だってさ、みんなに嫌われて世間の笑い者だ。誰にも必要とされていない。生きてる価値あんの？何やってんだろう俺。自分だって今まで誰の気持ちも受け取ってこなかった。チャイムに消えるようなちはやに出せんだ、あんな小さな声。気がついた？長い間その存在自体が不可能と言われていた青いバラさ。人の手で交配を重ねて人工的に生み出された芸術品。でもその代償としてこの温室以外ではつぼみをつけることができない。生物としてはある種の危険なんだよ。公園でバイオリンを弾いているところを見かけたんだ。君の音に惹かれて僕は清掃学院に転校してきた。私の音に？とても素敵な音だった。素直で伸びやかで聞いていると気持ちが明るくなるような。俺はタスク。ただのタスクだよ。いや、そうじゃなくて。ああ、やっぱり出力系の回路がダメになってるのか。でもこれさえ直せば無線が回復する。そうすれば仲間と連絡が取れるよ。万が一にも生き残ったってみんなやアニタ様がいないんじゃ俺の帰るところはどこにもありません。生きる意味だって俺はアニタ様の母君とアニタ様に取り上げられたコッス、お二人がいなかったら俺はこうして生きちゃいなかった。俺には何が足りない？教えろ。あ？どういう意味だ？インハイ予選、うちが作校に負けたのは俺たちに何かが足りなかったからだ。それが分からない。だから2秒で分かりやすく教えろ。何を言ってるんだリュウク。僕は日本一と言ってもいいくらいの真面目な優等生だよ。そして僕は新世界の神となる。ファンからの声援がなかったらアイドルなんてできない。頑張ってこれたのはみんなのおかげなんだ。マユちゃんのおかげなんだ。そんな当然のことを俺は忘れてた。いや、その方がいい。俺は大量殺人鬼だし、相手がそれを知ったら嫌がるだろう。お前自身の気持ちはどうなんだ？ここに来た時点で死刑も猶予されて俺は十分大事にされている。とてもすごい経験をさせてもらいました。元の世界に帰ってもここでの経験を決して忘れずに、きっとまたすぐにお邪魔したいと思います。ディスコッティとフロニャルドにピンチがあるなら勇者シンクはきっといつでも駆けつけます。人間なんて所詮自分のことしか考えない愚かな生き物に過ぎないのさ。愚か？あなただって人間でしょ。そう、だが僕は選ばれた人間だ。
全ての人類の頂点に立つ存在なんだよ。動けなくなった。さっきまでの気持ちなんて消えてしまって、なんで先がヤバいってのに俺は足がすくんでるんだよ。なんでこんなに怖いんだよ。先のためなら何でもしてやろうと思ってたのに。俺は非力なただの中学生だった。青騎士伯爵本家は途絶えたのですよ。本家の人間として認められなかった諸子である私以外は全てね。プリンスの器としておとなしくしてればいいのに。まだ今は誰でもいい。でもいずれ君にとって大切な存在になる。ならないよ。誰なの？賞金稼ぎ？見ているよ、いつでも君を。笑ってもらうことでみんなのこと仲間だなって思えたぜ。ムンドギ。だからなんつーの、今日ヌンナが求めてることぬ、おめえがべっすーっと決まった瞬間、俺マンズやられたって感じでちょっと悔しくてよ。勝手にみんなが作り上げたものなんだ。え、自分とは別の勝手なヒーロー像が一人歩きする。その重圧は君らにはわからないだろう。いや、なんとなくわかる気が。買いかぶられて期待されてヒーロー、正直言って迷惑なんだ。何を犠牲にしようと、私は今度こそこの手で我が王を殺すのだ。浅草の人間そっくりに変装して俺たちを騙してやがるんだ。そいつらを見分ける方法はねえ。このままじゃニッチもサッチもいかねえ。だがそんなこと知ったこっちゃねえ。お前こうやって丸く爆破すんだぜ。こうやって横から見ればほら平べったいじゃねえかよ。おお、そうか。だからわざわざ東大まで行く必要ねえんだよ。やめようぜ行くの。それにお前が決勝に残れるかわかんねえしな。他はどうでもいい。俺とお前の勝負だ。楽しみにしてるぜ。無理、俺練炭術師じゃないから。術師じゃねえのに何を調べに来たんだよ。ちょっと探し物。君たちなら知ってるかな、賢者の石。なあ、お前には大事な人がいるかい？どうしてそんなこと聞く？ただそいつが羨ましいと思ってさ。いやー、今朝はいきなり消えたりして驚かしてしまいましたね。あ、いいえ。君、特力系の教室に行くところでしょう。どうしてそれを？実はですね、僕は…おい、汗ですね。悪い夢でも見たんですか？学ブルですね。いや、別に。見ましたよ。ミーが挙げた力使ってくれてるみたいですね。ああみんなすごいすごいって言ってくれてますね。まさになぜだ。ここに閉じ込められてからずっとその言葉が俺の頭から離れなかった。なぜ俺たちはこんなにも惨めなのか、これが必然だったと思うか、当然の罰だとでも。違う、なぜ今俺たちが苦しんでいるのか、それは奴に負けたからだ。この平和を守るのが軍人の役目。留守の間、この家のことを頼みます。はい。ベニオさんにきちんと伝えたかったことがあるんです。何？今度は忘れないでください。好きでしたよ、ずっと前から。いやー、木も座ってるね。セッター2年宮集む。ちなみにトビオ君はなかなかトゲトゲしい第一印象やったけど、
プレイは大分お利口さんよな。体重や骨格の大きさの違う人間のパンチをもらえば人間なんて簡単に壊れる。あいつとはこの先も腕を磨き合う好敵手でありたい。それに今訳あって3人で住んでんだ。これがなかなか悪くない。俺たち損出しちゃってさ、その穴埋めに苦労してんだよね。でさ、ちょっと協力してほしいなって。お前も一枚噛んでた話なわけだし。打っちまおうぜ。俺は奴らになりたくない。サシ、タカシ頼む。俺は最後まで俺でいたい。今までずっと忘れてた。昔父さんに笑えと言われた。でもうまく笑えなくて、そしたら目の前で父さんが変わっていった。メリットを考えろ。マフィアに俺たちを売ってそいつは何を得るんだ。金か、名誉か、地位か。それで満足したと考えるようなやつが俺たちの中に本当にいるのか。いや、なんだか楽しくなってね。女子高生に告白されるなんて僕も案外捨てたもんじゃないんだって。久しぶりにいい気分だ。サキさんに捨てられたんですか？サキさんのせいじゃないよ。どうしようもなかった。だから新しい付き合いもしばらくは無理かな。僕はこのままベンチにいていいわけがない。分かっている。これじゃ何も変わらない。何もできないのか。この程度か。竜巻旋風ゴッドハンド X。 ここはベールメガロッド。スズメ、あいつなら目障りなんで追い出したよ。ボコボコにしてね。くってねえ。あんたの時代は終わったんだよ、飛高さん。やれ。俺を誰だと思ってやがる。熊殺しの敦也とは俺のことだ。しっ、必殺熊殺しバック。あさって車でバトルする相手、すごい上手くて速くて有名な人なんだよ。最近その人のことばっか考えてて、なんか気になって仕方ないんだよな。プレッシャーなのかな、これって。そういう悲しいサガオム背負っているの。人間不信や孤独と戦いながら西へ東へ。あの、おっと、僕のことがもっと知りたいって。ダメ、ちょっとミステリアスな方がそそるでしょ。だけど君のことは全部知ってるよ、シラキーン・リリチオちゃん。自衛隊のレーダーにそれらしい記録はないようですが、民間からはいくつかの目撃情報が報告されているようです。いかがいたしましょう、総理。ああ見えて落魔女はいい加減なことは言わないよ、うん、見た目は思い切りいい加減ですが。俺もずっと一人だったんだ。孤児院の仲間は金持ちに引き取られてどんどんいなくなって、俺だけが何の取り柄もなくて何の価値もなくて、だから売れ残っちまったのさ。奇遇だな。どうやってここが
ああ、アンナか。けど草薙さんがこんな聞き込みをさせるはずがない。大方美咲が勝手に暴走したんだろう。本当相変わらず。検閲などでカバネは見つからない。その証拠に今もここにいる。よく見ろ。見つけたらやられる前にやれ。さもなければ今度はお前がカバネになる。みなぎる男児の心意気、ハート高鳴るきらめき王子、国家防衛機関サーカス第2号艇当院ヨギ勝負。普通にラブラブじゃね。ああ、打ち上げでもそうだったよ。特に風早が。まあ、でも今になってみれば、なんで最初に気づかなかったかってくらい、お似合いだと思うよ。そうか？なんだよ、自然じゃん。命令に従わなければ、俺は死ぬ。でも、夏子を巻き添えにしていいのか？夏子だってどうせ助からないんだ。だったら一番初めに死ぬのがいい。父上、母上、申し訳ありません。私は父上が命を懸けて守ろうとした玉璽を誰ともわからぬ相手に奪われてしまいました。そうだ、一目見た時から俺はあの女に欲情した。あの女を見ると気持ちが高ぶった。あの女のためなら何でもできる、そう思えた。そなたには弁慶という従者がおったであろうが。弁慶あの下郎か。それは分かりませんが、古文書にはこう記されています。決明城の秘密に触れんとする者には死が訪れると。そうだ、戦々と補給線が限界まで伸びきったところを全軍をもって攻撃する。敵は全兵力の6割を投入してくる。我々はこれを消滅し、ハントどもの反抗の意志を完全に打ち砕く。多くの世界は凡庸で退屈な日々という檻の中だ。故に人々は求めているのだ、日常では決して得られない圧倒的な感動を。この世界は混沌から生じ秩序へと至る神の計画だ。たとえ忙しくて連れなくされても、テレビや写真の中でしか会えなくても、たとえ世界中で一人きりになっても、俺だけはお前を応援する。俺はお前が好きだから。だから今は俺一人でも歌ってくれ。ここにいないみんなにも届くように。大切な人、よかったな。だがお前は分かってない。何？時間の流れも体の作りも与えられた運命も全部違うんだよ。自分が何なのかから目をそらすんじゃない。お前は彼らと共に生きられないんだ。身長180センチ、体重65キロ、生年月日1997年8月29日、乙女座 A 型の僕でよければご一緒させていただきたい。え？女性の誘いをむやみに断る男は君にはふさわしくありませんよ。そっか、磯島。俺は確かに付き合ってるふりをやめたいって言ったけど、無視しろとは言ってない。ちょっとやりすぎだよ。だって嫌われたと思ったから。嫌いになんてなるわけないだろう。むしろ避けられてる方がショックだ。ひどいこと。それはダメ。連れて行かせない。大丈夫だから、さあ行こう。おい、どういうつもりだ。何が？あんなのは警察官のやり方じゃねえよ。ヒーローじゃあるまいし、命がいくつあっても足りやしねえ。存在すること
それは生きること。亡くなった者たちの思いを背負い世界と向き合う神ではなく、俺が俺の意志で。マミコ、鈴木と仲良くなるなんてやるじゃないか。もうからかわないでよ。マミコは俺にこそふさわしいだろ。お前のようにいやらしい顔した男にマミコを渡さない。俺二人みたいにかっこよくないけど、この気持ちだけは負けないよ。さあマミコ、一体誰を選ぶんだ。この虫奉行所ではこの1年の間に入った新人が10日も経たずに全員このお勤めからいなくなってしまったんだよ。我々にはこれ以上人材探しをしている時間はない。よってジンベエ君はこれより1ヶ月刀を抜くことを禁ずる。これは与力である僕の命令だよ。なんで夏期講習とかあるんじゃん。あ今日は大丈夫っていうか、会いたかったから。いいでしょう、そこまで言うなら。君自身が姫の守護者になり我が軍の戦列に加わりなさい。そして敵軍にいる春をその手で撃つのだ。そうすれば君が敵じゃないと認めましょう。あれ、でも場所は桶狭間じゃなくて田楽狭間だったな。まあ細かいことはどうでもいいか。勉強終わり。疲れたのでもう寝ます。おやすみなさい。織田信秀が一心、信長我の内しみざう剣山手合わせ願う。参るぞ打ち気坊主武田信玄。流氷の中から凍結状態で発見され蘇生に成功した原始人すっぽん、研究所から逃げ出し町へ出て近づいた人間に危害を加える悪、教会からは生け捕りにしろと言われているが僕はそんなに甘くないんだ。俺は武道には詳しくないですが、強さとは、真の強さとは一体何なのですか。失礼ですが、本当の自分を隠し見栄を張ることは俺には逃げに思えます。本当に自分が好きなものを知り、それを認めること。おう、ワールドアイテム、世界を変える、巨大な力、至高のラン方々の偉大さの証。ナザリックの最王に眠る秘宝の数々がついに力を振るう時が来たと。我は何時、何時は我、覚悟して背負え。これが俺のペルソナ。こいつはいい、この力がありゃ。クソ野郎、てめえに借りが返せる。少々再考させていただきました。何？ご心配なく、走行に支障はありません。白黒はっきり勝負がつく大舞台を用意しました。卑怯な真似はしねえだろうね。もちろん。嫌な世界だ。わずかに生き残った人間も軍と関係を持たない民間人は最低限の保障を与えられず、野垂れ死にするか犯罪まがいの行為で命をつなぐしかない。軍の庇護のある俺たちはよっぽど恵まれてるか。行くよ、マイヴィンテージ、イワッパルス。そう、君がジャローダで来ると予想していたからテイスティングはカット。ここからはビロードのような言葉のハーモニーをお楽しみあれ。ジャローダにやりつける。これ力で防御だ。送り先がたくさんあるので焦ってます。かわいいね。フェルトとか毛糸とかいろいろ毎年好評なんですよ。ワイズマン、お前にもらったジャシが、あの時お前の放ったあやかしの力を跳ね返すとは皮肉だったな。私は正気だ。ストイックだ、いいね。試合の相手急にあんたたちに変わったの、なんでですか。
ストライド協会の意向だよ。本来の相手校には申し訳ないことをしたけれど、個人的には君と走れて嬉しいな。正直に答えてくれて嬉しいです。人間の人間らしさを重要視していないという点において、確かに私とあなたは似ている。じゃあ。ですが私は人間を歯車とは思わない。それにゲームが嫌いだ。とてもお強いのに。好きか嫌いかは関係ない。あれは人じゃない。人じゃないの？彼らのことはあまり気にしない方がいい。今はそういう時代だから。悪気があってものを言ったりしないよ。青くんはケイちゃんのこと誤解してる。そんな信じられないです。青くんはさ、言いたいことがうまく言えなくて後悔することってない？キサラギさんもそうだけど、目が座ると綺麗な女子は怖いな。どういう魂胆かお聞きしたいんですけど、委員長。俺は相田さんに感謝されていいことをしたつもりなんだけど。どうして感謝するんですか？先行きが読めるからだよ。僕らを必要としてくれる人がいる。だから人の願いを叶えるのは当然だろう。僕たちは誰よりも必要とされたいんだから。竜はおまけだよ。本当は会ってみたかったんだ、このグラムサイトを持つもう一人の僕にね。自分の力を信じるんだ、自分のコスモの。お前の心の希望の光で俺のコスモの力に耐えてみせよ。もしお前のコスモが俺のコスモに耐えきれなければ、そこに待つのは C あるのみだ。僕は結構楽しいんだけどな。こんなこと今までしたことなかったから。まあ何回か死にかけてるけど、僕は一人で生きてきたから。モルテと出会った食堂があるでしょ。お前は俺の知ってるマムじゃない。マムはそんな顔で俺を見ない。涼しい顔して今日もあいつは俺を裏切り続けてる。感情が抜け落ちた人形だよ。お前に分かってたまるか。分かってなかったのは俺の方だったのか。全てが終わる。誰にも止められない、誰も逃れられない。アキラ、あなたは解放される。みんなも喜べよ。もう戦わなくていい。やめるんだタクト。苦しむだけの世界なんて消えちゃえばいいんだ。その目は悪を見抜き、その口は誠を語り、その心は正義に満ち、その剣は悪を砕く。あの日聞いた騎士の教えを俺は忘れていない。七つの大罪はその教えに背き国を裏切った。そして今一度言おう、今の私は七つの大罪の誰よりも強い。一人は自分の持つ夢を実現することが目的であり、一番の宝物だった。だがもう一人はその夢で幸福を手に入れたいと願った。やがて同じ夢を叶えるはずだった二人は一緒に歩くことができなくなってしまい、別々の道を行くことになった。あいつが鶴ヶ蓮と共演したからってバカップルみたいに愛妻弁当をついばむようなうざい関係になるとでも？ありえねえ。あの男はこの俺を差し置いて芸能界行ってとか言われてる男だぜ。俺が奴なら絶対相手にしねえ。なぜなら案外世話好きなんだな。辛そうな顔してたから。カズキはみんなと一緒に帰らないのか？ほう。ケンジみたいな奴が突っかかってきてくれるの待ってばかりじゃダメだぜ。自分から誰かと仲良くならないとな。少将にはそれぞれ一千の兵を出していただく。人の兵を当てにして己の功績を求めておるか。少将が董卓を恐れるあまり進軍しようとせぬからだ。それを我が私欲による策と疑われるならば、どなたがその任務に当たられてもよい。何？七光だと？
はよせ。8だ、8にしろ。7は半分に切っても左右対称にはならん。でも8はどうだ、縦に切っても横に切っても完璧なシンメトリー。さあ上げてこうか、共に青春を謳歌しようぜ。アプリコーナー早速登場。未来を見通す力、この力が特別だと思ったことはない。ありのままをありのまま受け止めるだけ。見えないものなんてない、そう思っていた。でもそんな世界線もこうして簡単に、俺が何をするでもなく変わってしまった。本当に今回は俺は何もしていないんだ。それなのになんでこんなことになるんだ。俺はお前を、俺なんかを好いてくれたお前をなかったことにしてまで。そうそう、何よ、ちょっと2年連続全国大会に出たからって。そういうお前は県大会止まりだろ。お前はおとなしくキャプテンの言うこと聞けばいいの。私をはじめ綿置と川氏の隊は板取様が育てられたようなもの、心配は無用かと思われます。頼むぞ、お任せよ。いや別に、分かってるよ、お前は大丈夫だよ。でもこれは俺が好きでやってることだから、来年も再来年もその先もずーっとお前がやめてくれって頼んでも、伊集院薫賞は永遠に続くんだからな。シゾンタニア部隊フレンシーフォ、ナイレン・フェドロック隊長の代理として式典に出席するために参りました。フェドロックはなぜ来ない？その中に援軍要請の書類が入っておりますが、駒は駒なりに頭を使わせてもらった。ここにたどり着くために。小僧。三島平八、やっとお前にたどり着くことができた。見ろよ、お前の作り出した体だ。僕はこのままじゃいけないって分かってる。どうしたら、犬飼くん。しかし僕はせっかくの晩餐を台無しにするつもりはございません。こういうのはどうでしょう。マダム A の帰りとスクラッパー君を味わうのは今。水底にあった力がこの中に取り込まれて消えた。あの力に引きずられてここで眠っていたはずなのに、なぜ目を覚まさないんだ。これの眠りに引きずられているのか。あの時なぜ笑ったのだ。そんな運命に追い込んだ兄をなぜ許したのだ。せめて憎んでくれたら、俺は自分を軽蔑し外道として息もできたろうに。確かに以前はそうでした。でも変わったんです、彼女の考えに触れて。彼女は私たちが歌うことをいつも願っていました。バルブレイブの技術を応用しただけでこれほどとは。会員大佐、バルブレイブ、どちらも常識から外れすぎてるな。確かに勝手に消えたら約束守れなくてお前が困るな。けど俺が返り討ちにされる前提で話してるよな。
失礼なやつ。ゼロに言われたくない。でも信じてるよね。てめえ構えろよゼロ。もう昔の俺じゃない。お前の後をついていくだけしかできない足手まといの俺はここにはいない。静香様の血を飲ませてもらった。純血種の血肉は特別な力を与えてくれる。俺は一人だった。ずっと一人きりだった。あのまま一人だったら楽園は開かない。そんな楽園などいらない。単刀直入に言って、私は制服が好きなので、卒業シーズンになると制服を誰かがくれないかと素手を持っている。だって着なくなって超甘んじゃん。チラ、あー誰かくれないかな制服。チラ、いらない制服とかもう捨てちゃうよね。はじめまして、今日からこの大学で講義をすることになった百鬼です。この義手は私がある患者のために開発したものなんだ。よくできているだろう。私は事故で両手足を失ったが、自分で使うようになって改善すべき点がまだまだあることに気づいた。ベタだ俺、年末でもないのに。無期限の謹慎だったのに。レース走ってる俺、絶対1位取りますよ。1位こそ正義だ。阿蘇で鍛えた俺の足は一級品。ついたあだ名は火の国炎のクライマー、熊本第一エース吉本新太。世の3ドローン、マジックカード、強欲な壺発動。デッキからさらに2枚ドロー。手札からマジックカード、死者への手向け発動。手札を1枚捨て、フェザーマンを破壊。行くぞつくもユーマ。レベル8のベアーマンと2体のウルフバークでオーバーレイ。3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚エデン、ネクストジャイアントレーナー。ジャイアントレーナーの熱血効果発動。上位選手なら演技後半に多くのジャンプを持ってくると思うだろう。しかし俺は違う。なぜなら曲とのコラボレーションを大事にしたいから。 It's Judge's Time。 聞いたよ、おじい様から。君のこともプレイヤーのことも全部ね。そうか。まだ自分の中で整理はつかないけど、でも僕は戦う。これは天城の人間としての使命だ。俺が持ってるんじゃーい。いくらお前が持ってなかろうが俺が持ってりゃいいんじゃい。なんかこうでっかい、すごい、なんかでっかくてすごいのを俺は持ってるんじゃい。いいかさくら、だから俺はお前を絶対に見捨ててやらん。